今日は2月4日、シゲキチさんの誕生日ということで、手帳もいいですね。はい、アルファベットで回答お願いします。はい、シゲキチと黒田千佐組、2019年2月28日から始まった、ファシネートで歌唱デビューを果たしたユニットアンショー。おお、待ってたね。ごめん。ベルベットローズですね。いや、しません。はい、シゲキチさんが、プロデューサーのことを呼ぶときに使う、かなり特徴的な、単語は何でしょう。これね、お前という、なかなか冷たいやつですが、お前は使わないシーンもあるらしいですね。まあ、特徴的じゃん、あんまりいないよ。一番トクラジオさんでラジオ96や、ニコニコ生放送番組、天然色素では神レギュラーとして番組出演する、現在、シゲキチの姿を進めている人物は誰でしょう。関口さん、このね、ツイッターにね、千代さんのイラストがついてるけど、うまい。かなりうまいです、絵が。アンロックスタービートですね。で、白木茶さんがバンドに参加したんですけど、何を演奏していたでしょう、はい、ドラム。ダンコさんがキーボード、京子さんがベース、リーナさんがギターです。これちょっとね、ちょっと時間かかりますけど、この、なんとかかんとかは、ね、なんて読むでしょうという、ね、ちゃんとね、僕じゃなくて、しもべちゃんですね。召使いをしもべっていうのはね。ちょっとね、今回変化球です。やめなさい。白面の騎士が電車最初の例である、ね、これは特技の話ですね。まあ、デレステの話ですね。フリックアクトということでした。エスタルの場合はちょっと落ちます。スカボンスカ。なるほどね。そうですか。はい、白木千代さんによると、白木千代さんは何委員を務めているでしょう。いや、保健委員ですね。で、次が8問ですね。はい、今回はいい質問ですね。はい、問題作るのがね、なんかメインになってますけど、新時代の黒崎仁さんに言われるまま相手となるも、事務所の所属アイドルとの交流やステージに立つ経験を重ね、自立したアイドルとして確実に成長を続ける、今日が2月4日が誕生日のデレバスのアイドルはどなたさんでしょう。で、白木千代さんです。誕生日おめでとうございます。これからメイドや執事に関するクイズが発生されます。大丈夫ですね。決して戦うもののネネを持っていない、執事の本当に方なんでしょう。まずはね、ジャブということで、バトルとは関係ないですね。バトラーにした。で、2問目、これちょっときついんですけど、父の単身赴任により残された陽一郎龍之介兄弟の方にメイドの白雪が派遣されるところから話が始まる森重の漫画は何でしょう。押しかけメイドの白雪さんという白雪千代だったので無理やり出しました。アニメ大作が過激なパルティを盛り込んだことなどから深夜3時4時のアニメと称された、はい、3000回出場して働くことになった矢崎隼人を主人公する漫画作品は何でしょう。はやてのごとく、まあ、メイドさんも出てきます、はいはい、これはね、火星は通する日本ドラマで火星夫は見たの主人公演じたのは石原ですか、火星夫の見たの主人公演じたのは誰でしょう。これ松島奈々子さんですね。で、5問目、はい、これはフルネームでお願いします。あくまで執事ですからというセリフが有名な、トポソヤナの漫画クルスに登場するファントムハイブ家に勤める使えるスゴージの執事の名前は何でしょう。セバスチャン・ミカエリス、小野大輔さんが制やってますね。現在は秋葉原ドンキ店、大阪本店とビルの3階から中身を占める秋葉原本店を3店舗を展開して行っている非常に営業開始した老舗メイドカフェの名前は何でしょう。皆さん聞いたことぐらいならあるかなっていうアットホームカフェ、正解していなかったですね。難しいかな今回。これもちょっとグロいと思います。ちょっと難易度がセール中条件確認となったヒロインの A クラナがそれに使える羊を三つ星を演じている出張ケースを支えたドラマは何でしょう。今回ちょっとね、難しいですね。今回メイちゃんの羊、いやちょっとね、難易度高すぎない今回。この声優で花浮きをメイド祭ではメイド上のマリエルを、ハヤテのごとくでは同じくメイドのマリアを演じているのは誰でしょう。今回ちょっと難しいかな本当に。でも、ひまひこさん正解出しましたね。田中理恵さんが正解でした。羊という単語の頃から日本で羊の日とされているのは何月何日でしょう。探しました。ね、羊で、羊、メイドの日は5月10日らしいです。
東方キャノンボールでは記録早い東方玉かけたリンが声を担当しているゲーム東方フェスリーに登場するメイドのキャラクターは誰でしょう。コルナさんの推しがだいぶやばかったですね。いざよい作や正解でした。というわけで結果どうなりましたか。お3人ですね。